ばんは。しゃべくり松代第198回です。台風11号は全国的にいろいろな被害をもたらしました。ここ松代では昨晩少し風が吹きましたけれども、大した大雨も降りませんでしたし、被害はなかったように思われます。全国的に被害に遭われた皆様にはお見舞いを申し上げたいと思います。さて今日はエコールド松代クラブの活動をご紹介するシリーズで、実は2004年からエコールド松代クラブの活動が始まりまして、今年で10年になります。そこで今回のゲストは現在の運営委員長八田晋三さんと事務局の半田博子さんです。お二人どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。まず八田運営委員長から10年になりましたご挨拶をお願いしたいと思いますが、お願いいたします。エコールド松代事業で10年、やらせていただきました。本当に皆様のご支援のおかげでここまでやってこれたことに大変感謝しております。松代は非常に情緒があって静かでしっとりしている町というそういう印象なんですけれども、これは徳川時代270年にわたって城下町のあった町でして、今その名残があちらこちらにありますけれど、それをですね、使って何かこうもう少しこう生き生きしたなんかムーブメントをしようかということで、発想されたのがエコールド松代でございます。エコールドというのは学校という意味なんですけれども、松代の学校ということで、それを使ってですね、この文化 あるいはたしなみというようなものを、松代に来られる皆様と一緒にこう一緒に楽しみながらやっていきましょうというのが、この文化あるいは教養を切り口とした観光ということで進めてきている事業でございます。この10年間いろいろこういう私の両側にいらっしゃるこの女性が多い、会員の組織でございます。そのことの特徴としてですね、非常に女性はあんまりこう面倒なことは言わないけれども、非常に気軽にスッといろんなことをおやりになる、この身軽さといいますか積極さがですね、いろいろあちこちに出てきて、この10年でだいぶいろんなことで交流させていただいている中で、みんな自信がついてきて、いろんな事業に取り組んでいる、その中からこうもっとだんだん、もうちょっとこう直しながらやろうかなというようなことを考えつつ進んでいるという感じでございます。明るくて、楽しくてというようなそういうことを中心にですね、このできるだけ、この創造性を高めるといいますか、オリジナリティのあるそういうクラブに育っていければなということを感じつつ、まず最初のご挨拶にさせていただきたいと思いますが、はい、ありがとうございました。私も実は一緒に活動させていただいてきたわけですけれども、最初2004年このクラブ員として登録してくださった方が約1000名ほどいたと思うんですけれども、半田さん現在の状況はどんなふうになっているでしょうか。はい、会員番号としては、今日現在で1209まで来ております。ただ、10年の間には残念ながら亡くなってしまった方や、ご病気になったり、引っ越したとかそういったことで、やはり実質減っておりまして、今現在、大体450人ぐらいが、活動しているというような現状です。はいはい、会員の中にはこの松代在住ではないもっと遠くの方もおられるわけですよね。そうですね、むしろ長野市以外やいろいろな近隣の市の方で積極的な方もおりますし、愛知県から毎月月の会に参加するような熱心な方もいらっしゃいます。
それと450名っていうふうにおっしゃいましたけど、それはまあ会員として登録している方で、で専科の中には、専科として登録している人は数名だけれども、その人が所属している団体としてこう活動してくださっているというような場面もありますね。そうですね。そうしますと実質もっと大勢の方が関わってくださっている場合もありますでしょうかね。そうですね。はい、はい。それでは10周年ということですので、少し記念事業について伺いたいと思いますけれども、実は先日ここにおられる八田さんがご自分のお宅にあるお宝を皆さんに出していただきまして、10周年記念にふさわしい事業をしてくださいました。少しじゃあ半田さん、どんな内容だったか。はい、これその時のチラシなんですけれども、今年ちょうど佐久間象山、150回忌の年にあたりまして、そのちょうど命日にあたる7月の11日の金曜日に、八田さんに、こういった講演会をしていただきました。でエコールドクラブのクラブハウスでやったんですけれども、大変ありがたいことに、45名の方でも本当に狭いクラブハウスがいっぱいになるような状態で会をしていただきました。本当に会場をもう少し広いところにすればよかったかなというふうに思いましたよね。はい、八田さん、その講演会はいかがだったでしょうか。まあ、私別にその象山先生のそんなに研究家という深いところまで行ってるものではないんですけれども、まあ、たまたまうちにそういう手紙だとか、象山さんと親交のあった先祖といろいろつながりの中でいろんなお手紙だとかいろんなものをいただいたものがあったので、まあ、それのご紹介というようなことで今回させていただいたんですけど、まあ、結局その現物をまあ、本物というんですか、そういうものを見ていただけたというのは良かったかなと思ってますし、まあ、中身も割といいことをおっしゃっているようなところを出させていただいたので、割と聞いてくださった方も良かったというような印象で、私も非常にありがたかったなと思ってます。はい、象山選果は、毎月1回本当に定期的に小出さんが中心になってなんですけれども、講座を開いておられまして、先ほどの名古屋から通ってらっしゃるというのがその象山選果の方なんですけれど、本当に熱心に毎月やってらっしゃる選果なんです。で、まあ、今回の八田さん その象山先生のお手紙というのは本当に10周年記念にふさわしい事業だったかなというふうに私も思いました。はい、その他に、10周年の記念のような行事はありますか。はい、まあ、毎年恒例なんですけれども、秋の遊学文化祭を、今年はちょっと早い時期の9月20日21日の土日に、予定しております。また後で詳しくお話ししようと思いますが、内容的にはそれから、11月の22日に、中村秀華と和歌山牧水という選果も毎月花会というのをやってるんですけれども、いろいろなご縁が重なりまして、今年は和歌山牧水研究会の会長というこの研究ではもう本当に第一人者でいらっしゃる、伊藤和彦さんという方が、樋口家の方にいらしていただいて講演会も行う、そんな予定も入っております。はい、はい、ですかね。はい、10周年に特別な企画っていうのは少ないんですけれども、本当にエコードクラブの活動は毎月定期的に行っている選果があったり、それからお客様のご要望に応じて、まあ、いつでも対応している選果があったりとか、いろいろな活動方法違うんですけれどもね、皆さん本当に10年間よく頑張っておられたというふうに思います。それではまあ、どちらかというと頑張ってくださったクラブ員の皆さん中心にという行事が計画されているようですけれども、その点八田さんお願いいたします。10年前ですね、スタートした時にこのエコールド松代クラブへの願いとかいろいろそんなものもあって、で、まあ、そこで、みんなクラブ員もですねそれに賛同しながらこう進んできたわけですけれども、まあ、当時のですね仕掛け人の、長野市観光課の主官をしてらした樋口博さん、現在長野市長さん、副市長さんなんですけれども、彼にもぜひ来てもらってですね、それともう一人、プロデューサーで、
石川理恵さんという方がいらっしゃるんですけど、そのお二人にはぜひご参加いただいて、まあ、当時一体どんなことを考えてたか、あるいはその辺が10年経って一体どうなのか、で今の時代に即して一体これで、一遍その辺を検証しつつですね、今後の道筋をまたもう10年先20年先とまた考えていく、そんなことの節目の会をしたいと思っておりまして、まあ、忌憚のない、まあ、意見交換ということができればなと思ってるんですけどね、はい。まあ、樋口さん石川さんって本当に松代のためにいろいろ本当にお力添えいただいてましたよね。特に最初の頃だったんですけれども、いろいろなアドバイスをいただいたり、まあ、その方たちのお力があったので今クラブがなんとか 10年できたかなっていうふうに私なんかも思っています。まあ、割とお二人とも松代好きじゃないかなと、はい、そうですね、好きになられたのかな。あ、そうですね。ただ2004年のその松代でぜひ何かをっていうもとはその当時の市長さんだったんでしょうか。ですよね。ですね。ね、うん、で市長さんが松代にいろいろな文化財があるっていうことを本当に、前はよく知らなかったけれども知ることができて、でこれを生かさない手はないというようなことで、まあ、樋口さんが派遣されてということだったですかね。でそんなことで本当に松代が長野市がいろいろなことを仕掛けてくださって今こんな風になっているかなっていうふうにはちょっと思います。それから、まあ、ずっといろいろな活動は続いているわけなんですが、春夏のパンフレットと秋冬のパンフレットということで年に2回私のパンフレットを出してきています。で今年の新しいパンフレットができたんですね。これからの秋冬の、はい、これですね。でちょっと今までのものを少し振り返ってみたいというふうにも思いますが、はい、ちょっとじゃあこちらの最初のこれ2004年の秋の遊学文化祭のパンフレットなんですね。でこれ文部学校の正面のところで、昔の格好をした、まあ、女学生の学校ですかね、袴を履いたりとかっていう格好をした人たちを並べた。ただしこれはその昔の写真を使ったわけではなくて、このパンフレットのためにまあ、集まっていただいてこういう写真を撮ってこんなパンフレットを作っていただいたということです。それで、まあ、2004年の頃からこんな遊学のすすめというパンフレットで、なんかそれぞれの選挙の活動の写真が載っているんですけれども、こんな形でやってきました。そしてあと今半田さんがお見せしたのはだいぶ渋い色なんですけれども、こんなに鮮やかなピンクの時もありましたし、紫、水色など本当にその時その時、あ、多分一度として同じ色はなくて今までだいたい毎回違う色のパンフレットができているというふうに思います。これはもう言うまでもなく春夏のパンフレットだと思います。こんな風に、パンフレットを作って皆さんに見ていただいて来ていただこうという取り組みもしてやってきました。で今年のその秋冬のパンフレットからご行事をご紹介ください。はい、先ほども申し上げましたが、9月の20日と21日は秋の遊学文化祭、また着物園遊会ということで、着物に関することあと写真あとさまざまな体験、いろいろとしていただけますのでぜひお越しください。あと、そうですね、11月は、音楽関係のイベントがとても多くあります。お琴や、マンドリン、いろんな音楽を聴いていただけます。また12月の中旬には写真コンテストの応募の締め切りも近づいております。こういったパンフレットの表紙はコンテストの写真を使わせていただいておりますので皆さんお寄せください。はい、そんなところです。ありがとうございます。はい、さまざまな活動をしているエコード松代クラブですけれども、もうその皆さん一人一人の力が結集して、これだけの活動ができているかなというふうに思っていますが、八田さん今後に向けて何かございましたらお願いいたします。
まあ、あの長野というと善光寺というのがまあ一番中心で、皆様観光というと善光寺とお思いなんですけれども、やっぱりあの松代にもある程度頑張ってほしい、戸隠も頑張ってほしい、こういうことで長野にできるだけ長く、来てくださった方に言っていただきたいという意味では、松代ですね、ぜひエコールドの力で皆様と交流しながら松代を盛り上げると、そんなつもりでおりますので、ぜひ皆様お願いしたいと、はいはい、クラブ員、まだまだあのいくらでもいつでも入会していただけますし、楽しく活動している専科が多いですよね、はい、ですからこれからもあの、障害学習を松代でみんなで頑張りましょうというようなつもりでエコード松代クラブを進めていけたらというふうに思います。今日は運営委員長の八田晋三さん、それから事務局の半田博子さんにお話を伺いました。10周年を迎えたエコールド松代クラブの活動をお送りいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも。来週の予定の前にお知らせ、はい、予告ですけどもね、はい、これ野の花の歌のコンサートっていうので、はい、ですね、このコンサートのチケット、マチュアル銭湯でもちょっとやる、こちらの、はい、販売するっていうことなので、ぜひあのお願いいたします。日にちがですね、9月の14日なんですが、真っ白文化ホールで行います。で、こういったそのプロフィール、いろんな方、出演者、ちょっと有名な方が出られるので、ぜひ、はい、あの見ていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。2000円ですね、前売り券2000円になります、ね、はい、マチュアルセンターで、販売しておりますので、よろしくお願いします、はい、ぜひ、はい、じゃあ続いて、はい、これは今度は宮坂さん、これね、これがちょっと大変なことなんで ね、はい、ね、どういうことなの。ね、うん、来週の日曜日なんですけれども、はいはい、ね、私どもの地域 ですね、うん、毎年8月の17日に、うん、100万遍号というね、うん、お祭りやってるんですよ、はいはい、で実はですね、うん、ここの場所なんですけれども、うん、皆さんもご存知のようにですね、うん、あの真田線が引っかかってしまうんですね、この場所が、うんうんうん、それでここをね、移転しなきゃいけないというようなことで、また工事終わった暁には戻るかどうか分からない、うん、まあ、いずれにしてもね、今回最後、今回最後というようなことですね、うん、ぜひ皆さんね、うん、最後のこのお祭りにね、うん、ぜひおいでください、うん、ご利益がたくさんあるということなんで、うんうん、8月の17日、はい、6時半からです。6時半からね、6時半からです、はい、宮坂さんもいるってことでね、おりますので、はい、ぜひおいでください、はい、よろしくお願いします、お待ちしておりますので、はいはい、そしたらですね、来週の予定ですね、あ、どっか行っちゃったですね、はい、はいはい、来週の予定です、はい、来週予告、はいはい、これ私が担当しますけどね、はい、これね、松代商工会議、長野商工会議所松代支部のね、理事さん、ね、理事さん、細川さんなんですがね、これ工業統計調査員としてね、何言ったっけな、男女報酬、男女報酬、男女報酬、それをいただいたっていうんで、そのお話をちょっと聞こうかなって。実はですね、私の先週ね、行ってきたんです。あ、そうか、ね。宿泊会に行きました、ね。あ、本当。それ、ね、すごくね、この場所をね、うん、ホテルだったんですけども、うん、180人ぐらいおいでになってね。あ、そう。盛大、盛大にできたんですね。じゃあそんなお話を聞けるといいですね。ぜひね、お話いただける。はい、あ、私が説明したんです。わかりました、はい、そんなことでよろしくお願いします、はい、ね、はい、伺えると思うんですが、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、来週もお楽しみに、はい、ということで、よろしくお願いします。皆さん、まだもう一つ何かあるじゃん、うん、今日ね、これからなんですけども、急遽、イギリスからね、16歳の男性2人、女性2人、ちょっと来ましてね、ちょっと戸惑っちゃって、戸惑っちゃって、うん、今それで通訳さんお願いして、今
やっちゃうここで、うん、ここでね、ちょっとしゃべくりマッシュルやっちゃう、特別企画、特別企画でやっちゃおうかなと思って、うん、なんかぶつけ本番で本当にどういう風になるか分かりませんけども、ちょっとやりたいなと思います。わつらテレビのいいとこですね、もう何でもすぐやっちゃうという、はい、はい、そういうことで、どのぐらいからですか、すぐ始まりますか、ちょっと5分ぐらい、ちょっとあれだね、中継してね、はいはい、そんなことでよろしくお願いします。それでは今20分ですから25分ぐらいか、はい、そんなことで、はい、それではぜひね皆さん、はい、切らないで、はい、引き続きわつらテレビでね、はい、特別企画をぜひご覧いただきたいと、はい、よろしくお願いします。で、はい、それでは5分少々お待ちください。待ちたよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。松代はあなたの街、それそれそれくり松代、また見てね。